まくいかない方に今未来が見えてると思うんですよね。いきなり電車で隣同士になって あなたですねっていうふうにはならないと思うんです。結婚してない人たちとつるんでると結婚してない未来がよりリアルに感じられるようになるんじゃないでしょうか。まあ、なんで怖いかというと相手がすごいフラストレーションを感じてるってことですよね。なんでそうなっちゃうのかっていうことも含めてお互いこう感情を溶かし合っていくっていうのが結婚生活ってことですよね。皆さんこんにちは、本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて健さんも気づけば2022年もこの配信あっという間に残り2回っていうことで、まあ、健さんにとっては今年はまた海外にバーッと行かれたのですごくこう充実したまた濃い年だったんじゃないかなって思うんですけれども、はい、あのケンさん今年幸せな小金持ちへの8つのステップで作家デビューをされてちょうど20周年ということで、どうですかこのとても大きな節目の年だと思うんですけれども、改めて今年を振り返って今どんなお気持ちですか？そうですね、あの JAL のちょっと調べてみたらほぼ10万マイルぐらい行ってんですよね。ええ、そうで考えてみたらヨーロッパに11月もあのなので3回、うん、アメリカオーストラリアって行きましたよね。だから本当に文字通り世界中を回ることが楽しかったですよね。でそんなにこういろいろなところに行って、うん、5つも今年出版した本、あの、まあ、これは本田健書店は除く紙の本ということで考えると1月と2月と4月6月11月ということで5冊今年もまた出版されてるんですよ ね。 本当にね、どこにそんな時間があるのかなと思いますけど、本当にもう絶対にミニチュア健さんがどこかに潜んでるっていう風なぐらいのスケジュールですよね。本当そうですよね。でその間に最近八ヶ岳で3回合宿やってオンラインセミナーはね、何年じゃ月に3回ずつぐらい、あとプラス英語の活動がありますからね。そうですよね。そして Zoom でもインタビューも定期的にされたりして。そうですね、だからもう一生分働いた気分です ね。今年だけでも。いやでもどうですかこの20年っていうデビューから20年っていうのは健さんにとってやはり意味合いは何かありましたか？そうですね、やっぱりあの自分の人生でなんかこれだけのことを積み上げられたっていう深い喜びがありますし、何よりもねたくさんの人たちに応援してもらったから今があるわけで、それに対する感謝の方がなんかこれやったっていう達成感よりも多いと思いますね。ね、そしてこうやって改めてまた世界でいろんなファンの方とも交流ができてっていう意味ではすごくこう感慨深い年ですよね。健さんにとってこの作家人生を振り返っても。そうですね、なので本当不思議な感じがします。はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームルルさんです。健さんこんにちは。こんにちは。今31歳でそろそろ結婚したいと思っています。うん、今パートナーはいませんがパートナーができても相手が結婚に乗り気じゃなかったりで結婚まで行かずに別れてしまいます。どうしたら将来を考えられる相手と出会えるのでしょうか。結婚を見据えた出会いのヒントがあれば教えてください。そうですね、まあ、あの結婚あのして今幸せな人たちにインタビューして回るというのが一つだと思います。ね、この今このルルさん31歳だからより周りもパラパラっと結婚しだしてとかそういう意味で焦ってきたりする年齢でもありますよね。そうですよね、だからうまくいくっていうよりうまくいかない方に今未来が見えてると思うんですよね。はい、だからそうじゃなくて自分がどうやったらうまくいくのかっていうのを見るためにはうまくいってる人と遊ばないとダメなんですよ。で独身の人の一番の問題は独身同士でつるむってことなんですよね。あのね、生活スタイルが例えば子供生まれたっていうと仲間内からなかなかこうタイミング合わなくってっていうとどうしてもやっぱりその時に独身同士が一番ペースが合うからそうなってしまうんですよね。そうそうそう、だからやっぱりねあのそれを独身で結婚しない人たちばっかりつるんでるとそういう未来しか見えなくなってくるんですよ。そうか、まあ、それが悪いってことじゃないん ないんですけどね、例えば将来独立したいと思ってるのにサラリーマンとか OL の人たちばっかりつるんでたら独立って道がなくなるじゃないですか。
と同じで独立してる人と付き合ってるとそういうふうなあのエネルギーが自分に入りますからね。あ、そういうエネルギー的なものっていうのがあるんですか。まあ、あとはそのなんかあこういう感じなのかっていうのはリアリティが見えますよね。あ、でも結婚してない人たちとつるんでると結婚してない未来がよりリアルに感じられるようになるんじゃないでしょうか。うん、そういう意味できちんとそのパートナー同士で理想の自分が思い描くような生活を送っている人となるべく積極的にこうつながっていくっていうことなんですね、源さんおっしゃるように。そうですね。あとはね、やっぱり結婚を前提に考えてる人の場所に行くってことはすごい必要ですよね。それはどういうところに行ったら。例えばアプリとかでもそうかもしれないし、結婚相談所でもそうかもしれませんけど、やっぱり結婚したいと思ってるような男性女性が集まるようなところに行ってないとなかなかそういう人に出会えないんじゃないでしょうか。例えばバーに行ったらそんな素敵な人が隣にいて結婚しましょうってなかなかならないと思うんですよね。はいはい。だからそういうある意味真面目な男性真面目な女性と会うにはそういう同じような感じのパーティーとかでも婚活パーティーみたいなダイレクトなものもあるし、趣味のなんかの講座とか、そういうのに行って一緒に勉強する、その間になんかお互い惹かれていくみたいな、それは料理かもしれないし、ハイキングかもしれないし、まあ、僕のセミナーなんかもたくさん結婚する人が中でいますけど、うん、そうですね、そういう共通してなんかしていくっていうのってないと、いきなり電車で隣同士になって あなたですねっていうふうにはならないと思うんです。そうですよね。じゃあまずはその自分がどういうものを求めてるかっていうところも焦点を絞って、でよりそうやって具体的に発展しそうなところにちょっとこう身を置いてみるっていうのも大事っていうことですね。そうですね。はい、ということでルルさんからの質問でした。ありがとうございました。続いてはラジオネームサトルさんです。ケンさんこんにちは。こんにちは。私の悩みは妻がいつもイライラしていて怖いことです。子供の世話や生活で苦労をかけているのも事実ですし、うまく反論もできないのですが、ただ妻が怖いと思うことも多く、もっと優しくなってほしいなと感じることがよくあります。どうしたらイライラした妻が優しくなりますか。まあ、これは多いんじゃないでしょうか、こういうお家。まあ、なんで怖いかというと、相手がそうフラストレーションを感じてるってことですよね。はい、そのフラストレーションを感じてるからピリピリしている。でなんでピリピリしてるかというと、すごくストレスがあるからですよ。悲しみもあるからですよ。だからなんでイライラしてるのか、なんで悲しいのかっていうその大元の原因がねしっかり分かって、でそれを聞いてあげることができれば、多分イライラっていうのは相当減ると思います。なので上手に聞く必要があるんですよね。うん、なんでイライラしてんのっていうのが最悪ですよね。そうですね、もっと地雷踏んじゃいますね。それはね、イライラしてないわよとかって言われたり、なんでね、なんでそう思ってるの かちゃんと自分に聞いてみなさいとかって怒られて終わる可能性が結構あるんですよ。はいはい、だからねぎらいのところから入るってことでしょうね。例えばよくやってくれてありがとうってことかもしれないし、本当自分がねケアできないところありがとうっていうところから入るっていうのが、それでなんかねぎらわれるとちょっとちゃんと聞いてもらったって感じがしたら探偵のようにカウンセラーのように、これ男性女性限らずですけど、どういう、悲しみとかイライラとかを感じるのかっていうのが聞けたら最高ですよね。ねえ、だから今の検査みたいに自然にねぎらいの言葉が言えたら素敵ですけれど、だいたいこのイライラしている女性の横には空気が読めない女性のこう心理がつかめない男性がいると思うんですよね。そうですよね。ですよね。そうすると、はい、突然いやいつもありがとうねっていうふうにぎこちなく言われるとなおさらなんかおなんだってこう臨戦態勢になるっていうかね。それあるでしょう。でもそうやってお互いがその和解していくというか溶け合うっていうプロセスだから、だからなんでそうなっちゃうのかっていうことも含めてお互いこう感情を溶かし合っていくっていうのが、まあ、結婚生活ってことですよね。ほとんどの人たちは今のそのなんかなんかね戦争に例えば行くっていうの装備品も何も持たされないでもうとにかく行けみたいな感じで結婚生活に突入するわけですよ。身一つで武器も何もないみたいな感じですかね。武器もはいはいね、でもこの男女の感覚なさってありますよね、ケンさん。ありますあります。だからそういう意味では、うん、そういうふうなことを、ちゃんと理解できてるかどうかっていうのは大きいと思いますね。時間かかると思いますよ。それこそケンさんのそのパートナーシップセミナーとかでね、パートナーで来てそのご夫婦で来てっていう方もいらっしゃると思うんですけれど、こういう悩みって多いですか。いやもうだから結局はコミュニケーションをどう取るのかっ
ていうことを僕ら学んでないんですよね、だからその学んでないからそういうふうになるわけで、そこだと思いますね。それでなんかやろうとすると空回りしちゃって、またなおさらぎこちなくなっちゃってっていう感じですよね。やり方わからないと ね、はい、はい。ということで、サトルさんからのメールでした。どうもありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはラジオネームタイガーさんから。私のおすすめの本は斉藤徹さんの、だから僕たちは組織を変えていける、やる気に満ちた優しいチームの作り方という本です。多様性の発揮や心理的安全性の醸成、ポジティブフィードバックなど、今時の手法を相互に関連させてうまくまとめられており、非常に理解しやすく納得性の高い内容でした、ということでお送りいただきました。そしてケンさんの選ばれた本は何でしょうか。価格上昇時代のマーケティング、なぜあの会社は値上げをしても売れ続けるのか、小坂雄二さんという方が書かれた本です。はい。小坂さんとはケンさんはもうお知り合いでいらっしゃるんですか。そうですね、僕はあのデビューする前からですから20年以上の付き合いになるってことですね。今回改めてこの本をご紹介しようっていうふうに思われたきっかけは何だったんですか。これはね、あの小坂さん、感性工学とかそういうあの学会とかにもあの属されている、博士なんでも、でもあるんですけども、マーケティングは専門なんですよね、はい。そのこれから値段がね、あの物価が上昇してるのになかなか自分の会社の値上げができないっていう人たちが結構いると思うんですよ、あのそういう時にこの価格上昇時代にどういうふうにすればいいのかっていう、いっぱいこうなんて言うんでしょう、こう事例があって、でこの中でね、書いてある価格を上げたら顧客が増えた、もう最高じゃないですか。普通最高です。価格をあの上げたらお客さんが減ると思ってますからね、じゃどういうふうにしたらいいのかってことを、小坂さんが書かれてます。今の時代だからこそより必要な内容ですよね。そうですね、あの、すごくあの経営者の方にとってはすごい救いの本になるんじゃないでしょうか。はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。一つの言葉が私たちを人生のあらゆる重荷と苦痛から解放してくれる、その言葉は愛という、ソポクレス。